出しますからね。そうだ、姫はきっと泣いてる。その涙を拭ってやれるのはきっと僕だけなんだ。だから早く見つけてあげないと。お願い、どうか。これは姫の声。ジャックさん、間違いない、姫の声だ。しましたから、もう少しの辛抱です。もう少しできっと助けが来ますから。だから頑張って。気をしっかり。アリスさんにまた会いたいでしょ。おつーちゃん、どうしよう。おつーちゃん、ジャックさんが傷口はなんとか塞いだの。なのに血が止まらないの。このままじゃジャックさんが。ねえおつーちゃん、私ジャックさん助けたいよ。それは僕だって助けたい。ねえおつーちゃん、ここに来るまでに崖の上に出る道とか見なかった？ジャックさんを背負ってすぐに黎明に戻ればなんとかなるかも。いや、僕が来た方にはそんな道はなかった。じゃあ、あっちの方角なら。姫、無理だよ。彼はもう。それじゃあ私が探してくるから、おつーちゃんはジャックさんを見てて。ダメだ。どうして？それはここに来るまでの道のりも十分に危険だったから。してくるよ。姫はここにいて、いざとなったらジャックと二人でどこかに隠れるんだ。
んだこの不気味な鶴は。どういうことなの？ジャックさんの体を覆うこの鶴は何？これはジャックさんの力なの？それとも…姫、よくわからないが早くほどかないとジャックが鶴に完全に取り込まれてしまう。ジャックさん、目を覚まして。じゃないとあなたの体がとうとう…蒸しても蒸しても次から次へと鶴が生えてくる。鶴が多くて取り切れない。ねえ、お願いだからジャックさんを閉じ込めないで。いや、姫、ちょっとごめん。鶴を叩き切る。ジャックを離せ。くそ、くそ、くそ。ダメだ、切っても切ってもやっぱりすぐに新しいのが生えてくる。お願いだからジャックさんを閉じ込めないで。これから何が始まるって言うんだ。いや、ジャックさん、ジャックさん、ダメだ、肥大化が止まらない。それにどこまでも変形して。その姿は…バー、それじゃあまるでナイトメアじゃないか。姫、下がっていてください。近づいた、危険だ。おい、姫に指一本でも触れてみろ。ただじゃ済まさないぞ。なあジャック、僕の声が聞こえるかい？おつーちゃん、うぎぎ、あ、あり、あり、ジャック、やっぱり君はぎぎあり、守る、ジギギギ。おつ、生きてみよかった。生きてたよ。心配してくれてありがとう。おつーちゃん、ジャックさんとお話ができるの？
自分でも不思議なんだけど、どうやらそうみたいだ。完全にはわからないけれどね。でもジャックに敵意がないことは分かった。今のところ危険性はないよ。タミミ、そっか、それは少しだけよかった。手放しでは喜べないけれど。短い間にいろいろありすぎて、私もうよくわからないよ。確かにしっかりと状況確認したいですね。ですが姫、ここは危険のようだ。ひとまず安全な場所を探しましょう。そうだね。どうしたジャック、早く行くぞ。もしかして遠慮してるのか？いいからほら行くぞ。スーちゃん、これなんだろう。何かあったのか？ほら、この壁際、扉みたいなのがあるよ。本当だ、薄汚れてて気づかなかったな。開くのかな。この向こうは何があるんだろう。姫、むやみに近づくのは危険だ。ここはもっと慎重に。正しいアイテムを設定してください。え、今の誰だ？どこから声が？正しいアイテムを設定すれば扉が開きます。ひょっとしてこの扉が喋ったのか？変な声だったね。人間の言葉なのに人間の声じゃないみたいな。正しいアイテムを設定すれば扉が開くって言ってたよな。正しいアイテムってなんだ？何かの罠なのか？この扉が嘘をついてるってこと？嘘ではありません。あ、びっくりした。こいつ、僕たちの言ってることがわかるのか？私は嘘をつけないように作られています。作られて、そうか。きっとこれは昔の人間が作った AI ってやつなんだな。 AI？ 細かくは知らないけど、学習するコンピューターらしい。昔はそういうのがたくさんあって、人間の生活を支えていたんだって聞いたことがある。へえ、じゃあこの子はずっとここで働いていたんだ。偉いね。あれ、黙っちゃった。正しいアイテムを設定してください。あ、また同じこと言ってる。人間の言葉が全部わかるわけじゃなくて、決められたやり取りしかできないのかもしれないな。正しいアイテムを設定すれば扉が開きます。はいはい、それはわかったよ。今は正しいアイテムってのを持っていないから、またそのうちな。正しいものがあれば扉が開くんだね。何かの時のためにもちゃんと覚えておこうっと。そうだね。正しいアイテムが手に入ったらこの扉を開けてみよう。
だけど姫、どこも怪我はしてないかい？私は平気だよ。おつーちゃんこそ大丈夫なの？傷だらけじゃない？姫はそうやってすぐに自分のことより他人を優先させてしまうだろう。だから心配なんだ。医務室が近くにあるわけでもないから、ちょっとの傷でもちゃんと言うんだよ。本当に大丈夫なの？つーちゃん、崖から落ちるときにね、ジャックさんが守ってくれたの。そうだったのか。ジャック、姫を守ってくれて本当にありがとう。ギギ、どうする？ガガガギギよか。ジャックさんはなんて？姫が助かってよかったってそう言ってる。そっか、ジャックさんは優しいのね。ジャック、君には借りができちゃったな。ジギ、助けだ。イギギギグ。君ってやつは。助けたかったから助けた。だから気にしなくていいってさ。ジャックさん、優しいのね。ああ、そうだね。メルヘン、いつの間に？全然気づかなかった。逃げ切れない。やるしかないか。ジャック、君は戦えるのか？よし、戦えるみたいだ。うん、これは私にも分かった。今のジャックはナイトメアだ。これならこっちが断然有利のはずだ。よし、突破するぞ。始めるよ。行くよ。覚悟はいいな。私の番だね。思いっきり行くよ。これくらい。体渾身の一撃、いくよ。疲れた。しっかりして。任せて。全力でいくよ。勝ったぞ。嬉しいな。倒
した。ジャック。ギギギ。おつーちゃん、どうしたの？立ってられないくらい辛いの？平気さ、心配しなくてもこのくらい。どう見ても大丈夫じゃないよ、おつーちゃん。本当に大丈夫だから。ほら、無理しないで、おつーちゃん。こうしてるとね、落ち着くんだよ。抱きしめて、背中をトントンって。ね。にぎり。ありがとう、姫。だいぶ良くなったよ。おつーちゃん、すごい汗だよ。一体何があったの？わからない。ジャックが苦しそうにしてたら、僕まで。さっきの戦いでも、おかしな感じがしたんだ。ジャックが敵に攻撃するたびに、僕の中に強い感情が湧き上がってきた。もしかしてジャックさんの感情が伝わってきたんじゃないかな。ジャックの感情が？だっておつーちゃんはジャックさんの心がわかるんでしょ。それって二人の心が何かでつながってるってことじゃないかと思うの。僕とジャックがつながってる。ジャックさんもすごく苦しそうだった。必死で抵抗していたんだよ。ジャックさんはとっても優しいから、心までナイトメアになりたくなかったんだよ。ジャックさんはもう戦いに参加させない方がいいと思う。うん、そうだね。設定してください。嘘ではありません。
キー。ここは牢獄かな。だとしたら出口はこっちじゃないかも。そうだな、引き返そうか。あ、あれはな、お前あの時の君たちは確か上で捕まってた。何何、知り合い？こんな場所までどうやって。ああ、助かったでござる。拙者、助かったでござる。こんなところに捕まってる人たちがいたなんて。まだ俺たちにも月は残ってるみたいだな。ちょうどいい、ここから出し。後ろに化け物いるってんだよ。二人とも早く逃げて。ああ大丈夫ですよ皆さん、ジャックさんは怖くありませんよ。そう、ジャックはナイトメアだけど優しいんだ、害はないよ。ジャック、その名前どこかで。もしかして俺たちの隣の牢にいたやつか。アリスって女が一緒にいたんだな。そのジャックか。そういえば知り合いだったみたいだね。お互い壁越しに話してただけで顔も見たことがなかったけど、だがこんなクソったりの場所じゃ話ができるってだけで貴重な相手だ。いつかここを脱獄してやるってずっと話してたよ。そうか。ってことは本当にそのジャックなんだ。大丈夫、心配しなくていいよ。彼らは以前の君と友人だったんだよ。短い間に随分な変わりようじゃねえか。一体何があったんだよ。それは というわけなんだ。そうか、あの暴れてた人間たちは生まれたんだ。血色少女は噂には聞いてたけど。お前らはねえ、その子本当にあのジャックなの？はい、こうなった理由はわからないですけど、でもこのナイトメアは確かにジャックさんなんです。こんな世界なら何でもあり。やっぱりお前は俺の見込んだ通り勇気のあるやつだったよ。そんな姿になっちまったのは残念だけどよ。でもまあよろしくね。今から牢を開ける。少し下がっててくれ。2回も助けてくれて本当にありがとう。ああ、助かったぜ。ありがとな、お前ら。礼を言うのはまだ早いよ。どこからメルヒンが襲ってくるかわからない。こんな風にね。メルヒン！くそ、牢から出てすぐこれかよ。皆さん、私とおつーちゃんの後ろに隠れててください。いや、ちょっと待ってくれ、姫。何か様子がおかしい。襲ってこない。なんだこのメルヘンの動きは。どこかに案内しようとしてる。あまり知性があるようには見えねえよな。なあメルヘン、
もしかしてジャックがいるからなのか。反応してくれないね。仕方ない、ついて行ってみるか。なあ、メルヘンは多くないし、今なら逃げられるんじゃないか。いや、やめておいた方がいいね。後ろ見てみなよ。なるほど、遠巻きにたくさん見てやがるのか。いつかは逃げるけど、もう少し待とう。チャンスはいつか来る。じゃあ、今のうちに自己紹介でもしませんか？自己紹介って、緊張感ねえな。いや、いざという時に名前もわからないと、連携の取りようもない。いい案だと思うよ。必要性はまあわかるんだけどよ。では、そちらの女性が楓、ポニーテールの人が樹だね。そうそう、よろしくね。本当に助かったよ、ありがとう。そしてヘアバンドの人が匠さんで、守さんに光ちゃん。あたいのこと覚えといてよね。そっちがおつーくんに人魚姫、そしてジャックだね。はい、よろしくお願いします。皆さん、なんだホイッスル。メルヘンが整列を始めた。来たか、人間どもに。何者だ。ようこそ我の迷宮へ。我は貴様たちを待っていた。メルヒュン、待て、人間の言葉を喋っている。でもメルヒンを従えているよ。君は一体何者なんだ。我が誰かだと。それは我の名前を聞いておるのか。そうだ、名前と素性を明かしてもらおう。実を言うと、これが本当に我の名前なのか自信はないのだが、ハーメルン。ハーメルン。そうだ、我はこの迷宮を支配する者、魔王ハーメルンと呼びがよい。ごめん、もう一回言ってもらってもいいかな。そうだ、我はこの迷宮を支配する者。また噛んだわ。噛んだな。しかも今度は前半で噛んじゃったね。噛んでおらぬ。ちょっといいか、ハーメルン。にゃん。なんだ、一言でも噛めるんだね。噛んでおらぬ。ハーメルンはここで何をしてるんだ。それに僕たちを連れてこさせたのは君だよね。いかにも、こやつらに命じて人間どもを集めさせたのだ。何が目的で人間を集めてるんだ。ここで生まれてからずっとこやつらと遊んでおったのだが、なんせこやつらは言葉が通じぬ。いい加減に退屈になってきたところで、我はこんなものを見つけた。それって漫画？これを読んで、人間という言葉が通じるやつらがいることを知った。それでこやつらに連れてこさせたのだ。つまり貴様らは我の下僕として一緒に鬼ごっこで遊ぶ必要があるにょだ。肝心なところで噛むね。噛んでおらぬ。
で鬼ごっこって言うけど、このメンツでどういう感じで遊ぶつもりなんだ。なんだ、ルールを知らんのか。なら教えてやる。おいお前、逃げろ。いいか、貴様らはこうやって逃げる。我はそれを追いかける。そして叩き潰す。とまあ、我に捕まったらこうなる遊びだ。ハーメルちゃん。おいおい、勘違いしすぎだろ。何を言う、漫画に書いてあったのだ。これが正しい遊び方に決まっておる。なわけあるか。目の色まで変わってるし、本当にこの子メルヘンとかじゃないの。いえ、メルヘンの返り血でピンク色に変化したあの瞳は。はあ、間違いない。ハーメルンは景色少女だ。景色少女？本当かよそれ。はい、その証拠に。何をごちゃごちゃ話しておる。さあ、楽しく叩き潰させてくれ。これ、やばいパターンよね。ちゃんとルールを教えた方が。そうですね、早く訂正しないと。ちゃんと遠くまで逃げるのだぞ。すぐ終わってはつまらぬからな。では、10秒数えたら追いかけるぞ。姫、あいつカウント始めてしまった。もう訂正してる時間はない。みんな、こうなったら逃げるしかない。行くぞ。